Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。今年3ヶ月間の外国人観光客の数が650万人に上りました。チェンライ県で過去20年で最悪の山火事が発生しています。労働省は海外への労働力輸出を促進させています。タイ商工会議所はサウジアラビアで最大の商品展示会を開催する準備を進めています。それではまず初めのニュースです。今年3ヶ月間の外国人観光客の数が650万人に上りました。タイ政府観光庁の発表によりますと、2023年の最初の3ヶ月で650万人の外国人がタイを観光したとして、今年のソンクランは30万人が訪れ、にぎわうと予想されています。タイ政府観光庁のユタサク長官は、2023年1月1日から3月31日までの3ヶ月間に、タイに入国した外国人観光客の状況を明らかにし、累積数がほぼ600万人であることを明らかにしました。前の年の同じ時期と比べ、1200% 増となり、外国人観光客からの収入は、2560億バーツに達しました。このうち 57% が東アジアからの観光客で、次いでヨーロッパからが 26.5%、 インド、アメリカ、オーストラリア、イスラエル、カナダ、サウジアラビアなど、その他の地域が 16.7% となっています。今年最初の3ヶ月間のタイを訪れた外国人観光客を国別で見ると、最も多かったのがマレーシアで、ロシア、中国、韓国、インドが上位5位を占めています。ユタサック長官は、今年のタイの観光部門にとって、最も興味深いのはタイに旅行する中国人観光客の数が一番多いと見られており、500万人を下回らず、国内のフライト数にもよるものの、700万人から800万人に達する可能性が高いと指摘しています。冬のフライトスケジュールでは、マレーシア、インド、ロシア、韓国が続いており、100万人を下回ることはないと推測されています。また、タイ政府観光庁は、2023年4月12日から16日のソンクラン祭りの旅行予測レポートも発表しており、今年のソンクラン開催期間中、国内市場及び海外市場からの旅行が昨年よりも活発になり、観光収入として約185億バーツの見込み、旅行者の総数は約30万5000人で、昨年と比べ 500% 以上の増加となる見込みです。これはコロナ前の2019年のソンクラン祭りの 58% となっています。次のニュースです。チェンライ県で過去20年で最悪の山火事が発生しています。タイの最北端に位置するチェンライ県では、標高1389メートルのドイトン山で山火事が発生し、4月6日までに96ヘクタール以上焼く事態となっています。地元住民は過去20年でこれほどひどい森林火災は見たことがないと語っています。関係当局によりますと、山火事は5日の午後3時ごろ、切れた高圧電線が竹林まで垂れ下がり、火災が発生したもので、
強風に煽られて火が広範囲に広がりました。現場では懸命の消火活動が続けられており、6日午後11時40分までに火災エリアの 70% まで消火することに成功しています。次のニュースです。労働省は海外への労働力輸出を促進させています。労働省雇用局は2年間にわたり当局はタイから労働力を輸出しており、3000億バーツの収入を国にもたらしたとして、さらに海外に向け新しい労働市場の拡大を準備していることを明らかにしています。パイロート局長はコロナの感染状況が収まりつつあり、世界中の経済活動がほぼ正常に戻っていると述べています。海外の労働市場は多くの労働者が求められており、特に熟練労働者と半熟練労働者の需要が高く、タイは質の高い労働力があると自信を示しています。局長はタイ人労働者は優れた技能、勤勉さ、寛大さを持っているからだと述べています。雇用局が海外渡航を斡旋し、労働許可を得たタイ人労働者は2022年と2023年合わせて11万3186人に上ります。タイ人労働者が最も多く渡航した上位5カ国は台湾、韓国、イスラエル、日本、マレーシアで、海外で働くタイ人の収入がタイに収益をもたらしています。タイ銀行のシステムを通じたこの機関のタイへの送金は約30億バーツに及びます。パイロート局長によりますと、労働省は2023年度既存の労働市場の維持に重点を置き、5万人のタイ人労働者を海外に派遣することを目標としています。イスラエルでの農作業での雇用を継続するタイ・イスラエル協力プログラムや、アイアムジャパンを通じての日本での産業職就職、EPS システムを通じての韓国での建設・産業・農業職や、季節労働などタイ人労働者を必要とする新しい労働市場の拡大も図っています。また、韓国・イスラエル・アラブ首長国連邦での建設業、医療サービス業、工業サービス業でもタイ人労働者の就職の機会を増やし、経済を活性化し、失業問題の解決を図る方針です。海外で働くために渡航を希望するタイ人労働者は各県の地方雇用局で詳細を確認することができます。バンコク雇用局エリア1から10または雇用局ではホットライン1694でも確認できます。パイロート局長は、タイの労働者は合法的な手段によってのみ海外で働くことが許されていると強調し、合法的に働くことで法律で保護され、適切な賃金を得て、さらに権利に応じたケアを受けることができると説明しています。次のニュースです。タイ商工会議所はサウジアラビアで最大の商品展示会を開催する準備を進めています。新しいビジネスチャンスを増やすために、タイ商工会議所は協力パートナーとともにサウジアラビアで最大となるタイ製品サービス展示会の開催を準備しています。昨年1月にタイとサウジアラビアが32年ぶりに関係を回復し、その後多くの貿易投資の機会の拡大が急速に進められています。タイ商工会議所は民間企業とともに2023年12月13日から16日にかけ、サウジアラビアのリヤドでビッグイベント、タイランドメガフェア&フェスティバル@キングダムオブサウジアラビアを開催すると発表しました。これはサウジアラビアで最大のタイ製品及びサービスに関するトレードショーとなります。新しいビジネスチャンスを広げ、トレード投資機会の拡大につなげたい考えです。サウジアラビアにタイの潜在能力を知ってもらうためのイベントとなります。タイ貿易委員会のサナン会長は、昨年初めにタイとサウジアラビアの関係が修復され、政府とタイの投資家がサウジアラビアを訪問し、貿易投資の協力協定に調印した。これ以降ビジネスが活発になり、特に2023年の観光業は飛躍的に成長すると予想されていると述べています。サウジアラビアからタイへの渡航者数は約20万人で、購買力の高い旅行者となっており、一
人が1回の旅行で使う金額は平均約8万バーツで、他の国の旅行者の平均金額が5万バーツであるのに対し、とても高い金額となっています。イベントタイランドメガフェア&フェスティバル2023は、タイの製品やサービスを紹介するため、200社が出展する予定です。来場者は1万2000人、少なくとも10億バーツの資金が生み出されると予想されています。開催準備を発表後、タイの投資家の関心は予想以上のものでした。観光、エネルギー、ヘルスケア、ロボット工学など、さまざまな分野から出展希望が寄せられており、いずれもサウジアラビアで高い成長のチャンスを持つビジネスばかりとなっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。今年3ヶ月間の外国人観光客の数が650万人に上りました。チェンライ県で過去20年で最悪の山火事が発生しています。労働省は海外への労働力輸出を促進させています。タイ商工会議所はサウジアラビアで最大の商品展示会を開催する準備を進めています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。They call me Henry just to me cry cry with King Kong You love Pang Kapang I'm on the sand I'm right on to the one to love by I'm on the sand 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 It's a call concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.